1983から1984シーズンの NBA は NBA の38回目のシーズンである。この年のドラフトでは、ラルフ・サンプソンがヒューストン・ロケッツから全体1位指名を受けた。クライド・ドレクスラーは全体14位指名でポートランド・トレイル・ブレイザーズに入団している。他、スティーブ・スティパノビッチ、ロドニー・マクレー。 バイロン・スコット、シドニー・グリーン、サール・ベイリン、アントワン・カー、デール・エリス、ジェフ・マローン、デレック・ハーパー、ダレル、ウォーカー、エニス・ワットリー、ランディ・ブリューアー、ジョン・パクソン、ロイ・ヒンソン、グレッグ・カイト、ランディ・ウィットマン、ミッチェル・ウィギンズ、マーク・エスト、ドック・リバース、クレイグ・イーロー、ボブ・ハンセン、セデール・スリアトラが指名を受けている。 またマヌート・ボルが97位で一度目の指名を受けている。オールスターにはアールサンプソン、D ・エリス、J ・マローン、C ・ドレクスラー、D ・リバースの5人が選出されている。NBA 初のスラムダンクコンテストが開催される。1980年代も中盤に入り、新世代のチームが次々とプレイオフ戦線へと進出する中、70年代から 競合チームを続けるチームには、衰えが目立ち始めた。前期のセブンティー・シクサーズの優勝は、70年代、NBA の最後の輝きのようでもあった。このシーズンから、プレイオフ出場枠が、各カンファレンスで6チームから8チームに増加されたため、全チームが1回戦からの参加となった。1回戦のみが5戦3勝制で、他は7戦4勝制である。 1979年の3月の協乱以来、全米のバスケットファンの期待は、マジック・ジョンソンとラリー・バードの再戦、すなわち、ロサンゼルス・レイカーズとボストン・セルティックスによる、ファイナルでの対決にあった。しかし、過去4回のファイナルでは毎年どちらかのチームが顔を出すものの、両チームが、ファイナルの舞台に揃って顔を出すことはなかった。しかし、この年、 ついに両友はファイナルの大舞台に並び立つのである。この4年間、レイカーズもセルティックスも優勝を手にしながらも、あたかも来る決戦に備えるかのように爪を研ぐことを怠らなかった。レイカーズはカリーム・アブドゥル・ジャバーにマジック・ジョンソンのデュオで、1980年に最初の優勝を手にしたが、1982年には新たにパット・ライリーを、 ヘッドコーチとして迎えて二度目の優勝を飾った。この優勝で一皮向けたライリーは、ファッション面でも一皮向け、シックなスーツに身を包み、髪をオールバックで固めた姿をコートに見せるようになった。さらに、翌1982年のジェームス・オージーの入団は、レイカーズの印象を決定づけた。ゴール下を支配し、速攻の起点となるリバウンドを量産するジャバー。 誰も予想がつかないパスから鮮やかな速攻を導き出すマジック。抜群の脚力で速攻の一番手をかけ敵ゴールにダンクを叩きつける OG。かつてない華やかな試合を展開するレイカーズは人々を魅了しバスケットコートをコンサート会場へと変えてしまった。ショータイムバスケットの完成であった。当時のレイカーズはまさにスター集団で、 先発シューティングガードには、ウォージーの先発昇格に伴い、オールスター選手のジャマール・ウィルクスがコンバートされた。ベンチは、元 MVP のボブ・マカドゥーに、毎年オールディフェンシブチームに名を連ね優秀な、シューターでもあるマイケル・クーパーらが控える豪華さだった。さらにジェリー・ウェスト・ GM は、マジックと、たびたび衝突していたノーム・ニックソンを、ゴールデン・ステート・ウォリアーズに放出。 このシーズンのドラフトでは、バイロン・スコットを獲得、3年目のマイク・マクギーも大きく成長を見せており、若手も着実に揃えるなどチームの正常化も怠らなかった。一方、セルティックスもラリーバードを獲得した翌シーズンの1981年に、レッド・アワーバック GM の起作で、ロバート・パリッシュとケビン・マクヘールを同時に獲得。 レイカーズに遅れること1年で優勝を手にした。しかし当時のイースタンカンファレンスにはフィラデルフィアセブンティー・シクサーズにミルウォーキー・バックスという強力なライバルがおり、セルティックスはプレーオフを勝ち抜くのに苦労した。フロントコートが充実化する一方でバックコートが手薄なセルティックスはダニー・エインジやスコット・ウェドマンを獲得して補強を試みた。しかし、 前期のプレイオフでバックスの前に敗北。この敗戦はセルティックスにとりわけ大きなショックを与え、セルティックスとアワーバックは決断を迫られた。そしてアワーバックはヘッドコーチのビルフィッチを解任し、8連覇時代のセルティックスでポイントガードを務めたケイシー・ジョーンズを新しいヘッドコーチに迎えた。さらにバックスのシドニー・モンクリーフとセブンティー・シクサーズの アンドリュー・トニー対策のため、元ファイナル MVP で優れたディフェンダーである、デニス・ジョンソンを獲得した。デニス・ジョンソンに、ジェラルド・ヘンダーソン、控えのインジと、セルティックスのバックコートもようやく充実した。しかしセルティックスの売りはやはり、フロントコートだった。センターのパリッシュが、インサイドの核となり、ベテランパワーフォワードのセドリック・マックスウェルがサポートした。マクヘールは、 シックスマンながら、チーム3番目の得点とリバウンドを稼ぎ出し、このシーズンのシックスマン賞を受賞している。そしてバードは、バックスの敗戦が、よほど悔しかったのか、オフに猛練習を積んで、バードの代表的な武器の一つとなる、フェイダウェイジャンプショットを身につけた。バードはこの年24.2得点10.1、リバウンド6.6アシストの成績を残し、 初の MVP に選ばれている。精神面でも鍛えられた。彼は、コート上でしばしば非常な面を見せるようになり、他チームの選手を震え上がらせた。ドミニク・ウィルキンスはバードを、殺人鬼の目をしていると表現したほどである。ショータイムと称されるほどの華やかさを持ったレイカーズに、対し、セルティックスは、正反対のチームだった。 鮮やかな速攻を主体とするレイカーズに対し、セルティックスは、ガチガチのハーフコートオフェンスを主体としていた。リーグ屈指のオフェンス力を持つレイカーズに対し、セルティックスは、リーグ屈指のディフェンス力を持っていた。陽気な黒人がエースを務めるレイカーズに対し、セルティックスは、殺人鬼の目をした、寡黙な白人がエースを務めていた。八十年代になって一度もファイナルで、 対戦していないにもかかわらず、ライバルチームとみなされ続けてきた両者は、全く世間が望むような交代賞の進化を遂げたので、ある。プレイオフに入り、レイカーズは、他のウエスタンのチームの成績が落ち込んでいたこともあり、比較的楽にトーナメントを勝ち上がった。カンファレンス決勝では、レギュラーシーズン41勝41敗だった、フェニックスサンズを破り、 プレイオフを11勝2敗で3年連続となるファイナルに勝ち進んだ。一方セルティックスはカンファレンス準決勝でバーナード・キング率いるニューヨーク・ニックスの前に思わぬ苦戦を強いられた。第7戦にもつれた末から応じてニックスを退けたセルティックスはカンファレンス決勝でバックスに雪辱を果たし3年ぶりにファイナルに進出した。 ファイナルはついに待望の伝統の一戦となった。リーグズーチのライバル同士である両チームがファイナルの舞台で対決するのは1969年以来15年振りとなる。両チームのファイナル初対決は1959年まで遡る。以来両者は11年の間に7回もファイナルで激突し、いつしかライバルと目されるようになった。 しかし当時の両者の関係は、セルティックスが一方的に勝利するという、いびつなもので、レイカーズは、ジェリー・ウェスト、エルジン・ベーラー、後半には、ウィルト・チェインバレンを加えながらも、ビル・ラッセル、ボブ・クージー、ジョン・ハブリ・チェックらを擁すセルティックスの前にことごとく、敗れた。しかし今回の対決ではレイカーズが2回、セルティックスが1回すでに優勝を経験した。 チャンピオンチーム同士の対決であった。待望の一戦はあらゆる言葉で表現された。東対西伝統対ニューウェーブハリウッド対、ビーンタウンショータイム対、シャムロックセルティックスプライド対、LA クールファイナルへの期待の高さの現れであった。全米の注目という言葉も決して大げさなものではなく、このファイナルは NBA 史上初めて全試合が全米に向けて、 テレビ制中継された。そして、伝統の一戦は、周囲の期待に背かぬ激戦となった。第一戦ファイナルは、カンファレンス準決勝からより多くのインターバルがあり、さらに、ホームコートアドバンテージを持つセルティックスが有利と、言われた。しかしその予想は、カリーム・アブドゥル・ジャバーの不屈の精神の前に、早々に崩れることとなる。ボストンガーデンで始まった第一戦の直前に、 ジャバーは、この頃よく、悩まされていた、原因不明の変頭痛に襲われた。トレーナーの懸命の看病を受けて何とかコートに立った37歳の、ジャバーは、32得点8リバウンド5アシストに、ブロックを記録し、レイカーズを115から109の勝利に導いた。セルティックスは、第一戦早々にホームコートアドバンテージを無効に、されたのである。第戦。 第2戦は少なくとも最初の47分間まではジェームス・ウォージーのショータイムだった。ウォージーは FG11、12の29得点を記録するなど絶好調だった。そして115から113のレイカーズの2点リードで迎えたラスト18秒。第3戦以降ロサンゼルスに戦いの場を移すためセルティックスのメンバーにはスイープへの不安さえ、 よぎり始めた頃だった。セルティックスのケビン・マクヘールがフリースローを得た。レイカーズのコーチ、パッド・ライリーはマジック・ジョンソンにマクヘールがフリースローに成功したらタイムアウトを取るよう指示を出したが、しかしマジックは失敗したらと誤解してしまい、そしてマクヘールはフリースローを外し、マジックはコーチの指示通りとタイムアウトを要求してしまったのである。 通恨のミスであった。レイカーズはセルティックスにディフェンスを設置させる時間を与えてしまったのである。そしてタイムアウト後、マジックのインバウンドパスを受けたウォージーは前方にバイロン・スコットの姿を見つけパスを送ろうとした。しかしこの動きはセルティックスに完全に読まれていた。スコットの影から現れたジェラルド・ヘンダーソンはウォージーのパスをスティールすると そのまま、レイアップを沈め、セルティックスが、土壇場で115から115の同点に追いついた。オーバータイムに突入した末に124から121で勝利したセルティックスが、シリーズを一生いっぱいのに戻した。ウオージが不要意なパスを送った瞬間、パットライリーは、それがまるで、スローモーションのように見え、ボールの縫い目まで見えたという。 第3戦通婚の敗戦明け、ホームのグレートウェスタンフォーラムに戻ったレイカーズは元気を取り戻し137から104位でセルティックスを封印した。マジックはこの試合でファイナル史上最多記録となる21アシストを記録している。数々の栄光に彩られるセルティックスの歴史の中でこの試合は記録的な大敗であった。 そして不甲斐ないチームに激怒したのが、ラリーバードである。普段は、寡黙なバードが大敗直後に、記者の前で、我々は、腰抜けのようなプレーをした、このチームにはハートがない。12人分の心臓移植をすべきだと、自分とチームを強く批判したのである。一方、ロサンゼルスでは対勝した、翌日の新聞の見出しに、ファイナル MVP は、ウォージーとの文字が踊り、 早くも優勝を意識し始めていた。第4戦対勝した勢いに乗って、レイカーズはこの日も序盤からペースを握った。シリーズの流れはレイカーズに傾いているかに見えたが、しかし、第2級で事件は起きた。レイカーズのカート・ランビスが速攻から、レイアップを決めようとした瞬間、セルティックスのマクヘールが、ランビスの首に思い切り絡みつき、コートに叩きつけたのである。 すぐに、両チームは、もみ合いとなり、乱闘には発展しなかったものの、試合は一気に険悪なムードとなった。その後も、バードとジャバーが言い,い争いになるなど試合は荒れに荒れたが、試合前からすでに怒りに打ち震えていたセルティックスには、かえって火がつき、一方レイカーズのマジック・ジョンソンは、試合終盤の重要な局面でミスを繰り返した。 残り時間1分を切った時点でレイカーズは5点のリードを保っていたがマジックのパスをロバート・パリッシュにスティールされ点差を詰められるとさらに決勝点になったフリースローを2本とも外してしまったのであるシリーズ2度目のオーバータイムでは123から123の同点から残り16秒にバードの新技であるフェイダウェイショットがきれいに決まり 土壇場でセルティックスが2点のリードを奪った。レイカーズは、ウォージーが同点につながるフリースローを2本得た。シアヤとライリー HC からチンピラ集団と非難されるセルティックスは、ML カーがベンチから必死のヤジを飛ばした。カーの念が通じたか、ウォージーは1投目をミス。痛恨のミスショットに喜んだセドリック・マックスウェルは、ウォージーの前を歩きながら、 チョークサインで、ウォー G が、プレッシャーの前に窒息していると、さらに挑発した。二本目は成功したものの、すでに残り時間も少なくレイカーズの逆転の望みは、立たれ、129から125で、セルティックスが大荒れの、第四戦を制した。大敗後のバードのシッタがセルティックスを奮起させた、結果であり、この第四戦は、 チンピラになってまで勝利を欲したセルティックスの執念が伺える試合として今日まで語られている。また、マクヘールのラフプレーはシリーズの大きな転換期となった重要なプレーへとれた。この試合でミスを繰り返し勝利を不意にしたマジックはセルティックスファンからトラジック・ジョンソンと呼ばれた。そのマジックをーディフェンスで苦しめたデニス・ジョンソンも影の功労者だった。 バードのッタに最も奮起したのも彼であり、デニス・ジョンソンは、第4戦から22得点、22得点、20得点、22得点と、連続で高得点を記録するなど、元ファイナル MVP の名に恥じない活躍を見せていく。第5戦、第4戦で、チンピラを相手にしたレイカーズは、続いて、ガーデンの魔物とも戦わなければならなかった。 第5戦当日、いつもは、寒冷なボストンは異常気象に見舞われ、5月にも、かかわらずボストンガーデンの中は42度まで上昇した。観客が暑さにやられて次々と倒れる館内で、選手たちはコートを走り回らなければならなかった。ガーデンでのプレーに慣れているセルティックスはともかく、この事態を予想だにしていなかったレイカーズの称号は、深刻だった。 37歳のジャバーは、スチームバスの中でコートを着て100回腕立て伏せをして48分間、走り回っているようだったと語った。結局後にヒートゲーム、と呼ばれるこの試合は121から103で、セルティックスが解消し、3勝2敗と、シリーズで、初めて、リードを奪って、優勝に王手をかけた。第6戦空調設備の整ったフォーラムでレイカーズは、復活。 119から108が勝利し、シリーズを3勝3敗のタイに戻した。第19、第4戦で、マックスウェルの挑発を受けたジーは、彼の頭越しにダンクを決めて、セルティックスのラフプレーに応え、ガーデンの魔物に苦しんだジャバーは30得点を記録した。第7戦 ML カーはこのシリーズを全面戦争と呼んだ。まさにファイナルは、ボストン。 ロサンゼルス挙げての全面戦争状態となり、レイカーズファンは、第6戦終了後、コートを去ろうとする、ML カーにビールを浴びせかけた。一方、ボストンでは興奮したボストン市民から、レイカーズを守るため、ホテルから、ボストンガーデンまで警察による警護がついた。全米が期待した伝統の一戦は、やや熱を帯びすぎた状態で、最終第7戦を迎えたのである。 第5戦でレイカーズを苦しめたガーデンの空調は第7戦では改善されていた。この試合で最も攻撃的だったのはセルティックスのマックスウェルだった。彼は積極的にバスケットに向かってレイカーズからファウルを引き出し前半だけで13本のフリースローを放ちうち11本を決めた。レイカーズがダブルチームで対応しようとした時にはすでに遅く。 マックスウェルはこの日24得点8リバウンドを発、アシストを記録した。バードは20得点12リバウンド、ロバート・パリッシュは14得点16リバウンド、デニス・ジョンソンは22得点を挙げ、セルティックスがレイカーズを圧倒した。それでもレイカーズは、試合終盤に、懸命な巻き返しを見せ、第4球残り1分には12点あった点差を3点にまで、縮めた。 バードのフェイダーウェイショットは、外れ、いよいよレイカーズに、逆転の目が出てきた。ボールを運ぶのはマジック。しかし、第2戦、第4戦でも重要な局面でミスを繰り返した、マジックは、この場面でも、痛恨の、そして致命的なミスを犯してしまった。あろうことか、パリッシュとマクヘールが立ちふさがる前で、シュートを打とうとしたのである。 無謀なこのシュートは当然のように、パリッシュの手に叩き落とされ、ボールを確保したデニス・ジョンソンは、フリースロー2本をもらい、2本とも決めて、レイカーズにインドを渡した。最終スコアは111から102。バードが、最後のフリースローを決める瞬間にはすでにコートの、ライン際までファンが押し寄せており、そして試合終了のブザーが鳴った瞬間、コート上はファンで溢れ返った。 全米が注目したセルティックス対レイカーズのファイナル決戦はセルティックスの3年ぶり15回目の優勝で幕を閉じた。ファイナル MVP にはシリーズ平均27.4得点14.0リバウンド3.2アシスト2.0スティールを記録したラリーバードが選ばれた。レイカーズにとってはセルティックスとファイナルでの対決八回目にして八回目の敗北と なり、両チームの歪なライバル関係を崩すことができなかった。しかし、両友の直接対決は始まったばかりであり、レイカーズは翌シーズン早々にリベンジの機会を得る。ボストンセルティックス4から3、ロサンゼルスレイカーズファイナル MVP、ラリーバードリーグ全体に世代交代の波が広がる中、この年は70年代に活躍したスター選手が、退居として、 NBA を去った。ありがとうございます。